では両チームのメンバーをご紹介いたします。栃木 SC は前の試合から5人入れ替えてきました。今週期限付きでの加入、まあ、復帰が発表されたオビパウエロ・オビンナ、早速キーパーに入ります。4バック吉田、柳、三國、主屋、中盤が菊池、松本、佐藤、森、前線今日上田、浩太、畑という布陣になると思われます。 FC 町田ゼルビア前の試合から1人変えてきました。ゴールキーパー福井、4バック三木、深津、高橋翔平、土井、中盤前の試合ハットトリックの吉尾、高江、佐野、平戸、前線長谷川と移籍初先発のチョンテセ入ります。ここは畑が粘っているんですが、おお、チェイスする、これですよね。ああいいコントロールした。ただこれをよく収めて平戸が前に出します。これオフサイドありません。中に2人、チョンテセ、カウンターから町田先制点。鋭いカウンターでした。移籍初先発で移籍初ゴール、チョンテセ。ここですよね。まずこのコントロール、素晴らしいコントロールしてこのサイドですね、よく見てましたよね。まあ、奥サイドないですよね。でここからサイド出て、中もちょっとワンテタッチ多いかなと思ったんですけども、ここねよくいいボール上げて最後詰めましたね。からね、あと3人ですかね、完結しましたね。まあ、その部分が今こうまだでききってないんじゃないかなっていう感じで見えるんですよね。長谷川から外、平戸、長谷川追い越す、平戸から見て、裏へ帯弾いた。ただまだボールは生きています。その前にオフサイドです。長谷川オフサイドでした。いやでもね、良かったですよね。今の抜け出しもそうですけども、パス出すタイミング素晴らしかったですけどね。これは先ほどのオフサイドのシーンです。はい、うん。まあ、ここね、三國選手も触れたんではないかなと思うんですけどもね。ただもう一回ここは粘った、うん、ここからチャンスにつなげたいですよね。上田浩太からどうする。あ、佐野がよく体を入れている。ただもう一回上田浩太取り返す。森、こうしてる間に町田メンバーが戻ってきています。菊池を裏に走らせます。そして打ってきた森です。まあ、シュート打ったとは思うんですけどね。まあ、ボールのね、この止まり具合見てもそんなにもうスリッピーではないと思うんですよね。はい、ピッチコンディション的にはね。三國ニアに出てまた変化をつけた。今度も松本から行きます。松本打ってきた、ドラッソー、松本に移籍初ゴール、ものすごい同点ゴールでした。30メートルあったでしょうか。54分です、ね、ここ上げてくるのかなと思ったんですけども、ここで変化つけて、これダイレクトですからね。しっかりと狙いすまして逆サイドですよね。スーパーなゴール。まあ、キーパーとしてはちょっとノーチャンスですかね。ここは無理でしょうね。そうですね、もうここしかないっていうところですよね。これはどんなキーパーでも無理ですね。いやですね、このかわし方ね、冷静ですよね。はい、ここからですよね。スピード上げたいですね、町田の方としては。前中島一枚で平戸も上がっていきます。そして太田もスピードあります。打ってきた、お、無回転だったでしょうか。帯がコーナーキックに逃れました。まあ、このね、ちょっと今のシュートですが、はい、スピードに、まあ、フレッシュですからね、思い切って打ちましたけど、まあ、少しカーブが気味にかかってますかね。うん、落ちるような。さあ、大事な点数有言実行できるか。中央へヘディング、上田国でした。あ、タイミング的にはね、合いましたけどね。いいタイミングで前に入り込んでね、自分のポジション作ってヘディングしには行きましたけど、余裕あったんでね。このセカンドボールがどっちが取れるかです。少しこの辺まだね、お互いにね、激しさありますよね。矢野収めた、ロングシュート打ってくる。
は触っていません。ゴールキックになりました。まあ、もちろんね、もう周りの選手待ってるよりは。これが出て時間が、これで試合終了です。1対1引き分け。町田がチョンテセのゴール、そして栃木が後半この松本のロングシュートスーパーゴール、1点ずつを取って引き分けということになりました。